久保さん、いいっすね。他人は変えられる。いいじゃないですか。じゃあ、これちょっと付け加えていきましょう。他人は変えられないけど、人は変われる <laughs>。もう、とんちですね。他人は変えられるけど、人は変われる <laughs>。他人は変えられないけど、人は変われるってことですね。だこれは、あのー、やっぱ僕が、あまあ、久保さんもね、言われてますけど、僕も言われてます。吉谷さんに出会ったおかげで変わりましたっていうのはもう言われてます。 ただ、久保さんの言う通り、あの、結局、その人、あの、もし僕に出会った人が全員変わってるんだったら、あの、変,わ変えられると思います <laughs>。だって、僕の動画見る人。まあ、久保さんもね、今、総再生数何ぼだ。久保さんのチャンネル、どうでしょう。久保さんのチャンネル、ちょっと見てみましょうか。総再生数が580万回あります。 じゃあ,、まあまあ仮にですよ一人が一回見たとして580万人見てると仮定しましょうじゃあ580万人が変わったのか変わってないですね <laughs> 580万人が久保哲郎マインドを吸収して人生が580万人変わってるのか変わってないですよ、うん、だから結局これはね受け取り方なんですよねだから変えることはできるんだけど結局受け取り方なんですよで えかもし一つあるとするならば受け取り方を教えるっていうことですね受け取り方を教育していくっていうことが、まあ、変える人を変えることなんじゃないかなと思いますね、まあ、例えば、まあ、金八先生ですね金八先生が不良を構成させるときに何、あのー、だろうなうーん他とは違ったアプローチをすると思うんですよ他とは違ったアプローチ だからその考え方を変えてあげるアプローチをすると思うんですね。だからそういうことをすれば変えることはできるんだけど、そのアプローチをしたとしてもですよ、受け取り方のヤンキーがね、もう、あの鉄壁のブロックで、鉄壁のブロックで、お前、きれ事言うんじゃないみたいなね、綺麗事言うんじゃない知らねえよ、死ねえみたいな、ずっとあの弾いてたら、変えられないですよね、これは <laughs>。鉄壁のブロックみたいな。 もう絶対もう、1ミリも、0.1ミクロも入る隙間がなければ、それは変えられないですよね。うん、ただ、シュート入れられないですよ。てかごあの、シュート入れようと思ってもねあの、ゴールがそもそもないみたいな。ゴ,ゴールポストないみたいな。<laughs> どうやってシュート入れてるみたいな。<laughs> だから、これはねあの、どう受け取ってるかですね。で、その受け取り方を変えてあげるっていうことは変えることなんじゃないかなと思いますね。だって、あのー、 即、ね、化塾に入った全員が100%、100人中100人が人生が変わって、久保さんありがとうございますっていう風にはなってないと思います。僕もそうです。ごく一部の人です。で、その一部の人たちを、あの、確率を上げていくためには、あ僕が出した答えっていうのは、その確率を上げていくためですよ。確率を上げていくために、やるべきことは何かっていうと、まあ、自分が変わるとですね、自分が変わり続ける。 それを見せ続けるっていうただそれだけです昨日の本数より今日の本数が変わっているっていうね <laughs>。いつも更新されているっていうね <laughs>。まあシンプルですね。だから本当に他人を変えることは僕はできないと思いますけど、唯一変えられるのは自分が変わる。で、自分が変わることによって他者に与える影響が変わるってことですね。 もますね、これ結構大事なフレーズなんですけど自分が変わることによって他人に与える影響が変わるってことです例えばあの松下幸之助さんが言う言葉なのかうーん経営破綻してる人が言う言葉なのか借金時刻で経営破綻してる人が言う同じセリフを言ったとしても与える影響が違うんですよ相馬義さんが言うのかトヨタのトップの社長が言うのかによって与える影響が変わります それだけですねでもその与える影響っていうのは結局何かっていうと自分が変わってるか変わってないかですよね。自分が実績出してるのか。まあビジネス的に言うならビあの実績を出してるか出していないか。ライフスタイルで言うならば自己実現をしてる人なのかしていない人なのか。楽しく生きてる人なのか楽しく生きていない人なのかっていうね。だビジネスは結果なんで。だ結果を出してる人は言うと説得力があると。 じゃあ、そのビジネスからちょっと外れると、めっちゃ楽しく生きてんな、この人、みたいな。で、自分は楽しく生きていない。毎日、なんだ、どれのように働いている。でも、この人は、あの、自由に生きてると。再生数少ないけど、なんか自由に生きてんのみたいな。東京から鹿児島行ってね、なんか自由にやってんのみたいな。その違いって何なんだろうみたいなね。まあ、そんな感じですね。うん。この、なんだろうな。 まあ結局、その受け取り方、いろんな情報があふれる中で、どう受け取るのかっていう、その情報をどう見ていくのか。そう。だから、久保さんがなんかね、あの、ライブで情報商材についてなんか語ってましたよね。でも、情報商材についてもそうじゃないですか。受け取り方ですよね。どうそれを解釈して自分で受け取るのかっていう。情報商材は詐欺だっていう、鉄壁なブロックがある人に、どれだけいいよって言っても、いや、詐欺です。きれいと言うな。で、もう無理なんですよ、ここは。 うん、だから例えば言語がね、あのー、通じないってことですそもそも。だからその日本語を理解できない,あ日,本語できない日本語を理解できないなんやあ先住人マサイ族とかにね、あのー、いくら日本語で伝えたとしても「あみたいな話ですよね伝わんないですよね。 はいといととうことで人は他人は変えられないけど人は変われる。いってらっしゃい。